それでは東京二つ目の動画は東京の産業を見ていきたいと思います。まあ東京の産業の特徴、一言で言ってしまえば、第一次産業をしている人、これめちゃくちゃ少ないです。逆に第三次産業っていうのが産業の中心になってきます。でもこれってみんなのイメージ通りだね。第一次産業、例えば農業とか漁業とか林業をしている人って、この東京にはいなさそうやね。逆に第三次産業。 サービス業とか商業なので銀行とか教育とか IT インターネットとかあとは普通にこう物の売り買いショッピングとかねそういったところの仕事に携わっている人が東京って多そうやなまでも東京は最初からこの第三次産業が盛んやったかっていうと昔はこの首都東京も工業が第二次産業が中心の都市だったんです東京と横浜をつなぐこの京浜の地域 ここに、京浜工業地帯というのがあって、京浜やね。これはかつては日本で最大の工業地帯だったわけ。まなので、ちょっと昔も振り返りながら、この京浜工業地帯を中心に、東京の産業、工業を見ていって、えそして合わせて東京の問題点。これもこの動画では見ていけたらなと思います。それじゃあ、まず、 ちょっとこの京浜工業地帯を見てみようか、写真で。空から撮った写真っていうのをちょっと持ってきました。これどの辺りかって言うと、こっちら側が川崎になってきます。で川崎ってどこにあるかって言うと、ちょうど東京とこの神奈川の県境のところやね。です、写真を見てほしいんやけど、ちょうどこの辺りで街の様子が大きく変わってるやね。ちっちゃいつぶつぶやね、こっち側。 これはオフィス、小さいオフィスであったり、ま住宅が広がってるんやけど、こっちの川崎になると、このつぶつぶ大きいね、工場地帯になってきます。東京はやっぱりさっき言った通り、第三次産業とかに移ってきているし、これは住宅地が多いんやけど、やっぱりこの川崎の方、こっちの神奈川の方に行くにつれて、工業地帯になっていますよと。それではこの京浜工業地帯で、 どういう産業が盛んかっていうとこれはやっぱり重化学工業になってきます重工業とか化学工業やねえ、そしてその中でもこの京浜工業地帯で特に盛んなのは機械工業です特に機械工業が盛んになってきますえ、そしてもう一つ特徴的なのはやっぱり東京の方 ま横浜とかこっちの神奈川の方はそんなにありゃいけど東京の方っていうのはこういう重化学工業大きい工場で大きいものを作るよりも印刷とか出版関連の産業こっちの方が盛んになってきているわけねまなので本とかえそういうものを印刷して出版するえそういった産業が盛んなのもそういった産業の割合が多いのもこの京浜工業地帯の特徴です そしてこの工業地帯、ま東京と一緒に合わせて話しておきたいのが交通の話です、ね。まもちろんこの東京、そして横浜で間に品川があるんやけどこういうところ新幹線止まる大きな駅になってるし初めて東京に行ったらやっぱり必ず迷う、ね、電車、もうほ他の大都市大阪とか福岡とかま仙台とかと比べてもこの東京の電車網っていうのはすごいです。 までもここで特に紹介したいのは空の交通もつまり空港です。東京の空港といえば羽田空港やね。羽田空港の正式名称って何か知ってる羽田成田って言うけど羽田空港の正式名称は東京国際空港です。前のテストとかで正式名称で書きなさいって言われた。これはかなかねこれで。 でこの東京国際空港っていうのが大田区の方にあるんやね大田区ってどこら辺かっていうとちょっと前の地図で確認してみようか大田区はどこになるかっていうとここやね品川さっき言った新幹線戻っている品川の南の方東京の一番南になってま都心からするとちょっと交通の便が悪いんやけどここにさっきの東京国際空港羽田空港っていうのがあります この写真を見てもらったらお分かる通り羽田空港ってめっちゃ昔からあるのよ20世紀の初めぐらいに今の羽田空港っていうのは羽田飛行場としてオープンしましたこれのプロペラの飛行機やねそれに対してこれが今の写真です今の写真はこれは埋め立て地も増えて大きな滑走路も加えられて国内最大の飛行場として活躍をしていますこの羽田空港っていうのは主に国内便やね国の中日本の中での移動の飛行機です が離発着すあところで後の動画で見る成田の方千葉にある新東京国際空港っていうのは国際便外国に行ったり外国から来たりするときに使われる空港です。